必ず相手は心を開いてくれます。それでは本日のシミュレーション訓練を行います。二人とも準備はよろしいですか？はい、始め。このまま前方へ250。了解。前方250、前方250。敵の様子は？まだこっちに気づいていない。よし、このまま後方100へ移動。了解。ごめん。些細なことで相手を非難してはいけません。どんな時でも相手を褒めましょう。気づかれたかな？問題ない。よく止めたな。まだ出るな。もう少し引きつける。うん、分かった。いつもと少し違いますね。ええ、いい感じです。敵へ射程距離内に 75% を確認。80、85、95、100。今だ。どうした？なぜ撃たん？味方だ。味方がいる。友軍には当てはせん。撃て。早くしろ。敵が散開する。ダメだよ。できないよ。最良の人間関係、それは口で言うほどたやすいものではありません。そこには様々な障害と困難があなたを待ち受けているのです。しかし失敗を恐れていては前には進めません。あなたの周りには愛があふれています。自分を許し他人を許す大きな心を持てば、必ずあなたの前に希望の光が見えるはずです。それではレッスン2、自分の気持ちに向き合う。